はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5やっていきたいと思います。前回でねチュートリアルが終わりましたので、今回はねちょっとこのミッションの方をやっていきたいと思います。チーズ王への道ですね。でこれをクリアしたらちょっとキャンペーンモードをやっていこうかなと思います。で、チーズ王への道、こっちの方がねわりかしシナリオ的には短いので、まあ、これでねまた全体をなんとなく掴んでからキャンペーンの方をやっていきたいと思います。でちなみにねチーズ王への道一回やってみたんですけど、普通にねゲームオーバーになりました。なので今回はクリアを目指して、やっていきます。で一族は、ミカミックス一族っていうのをちょっと作ってあるので、こいつを使ってやっていきます。で経済難易度最低、政治難易度最低、災害発生しないと、まあ、簡単に言うと、まあ、一旦難易度落としてるんですけど、それでもねゲームオーバーになったんで、まあ俺がよっぽど下手くそなのか、てかねトロピコ5普通に難しいんですよ。だからまあこのねチーズ王への道で、腕を上げてからミッションじゃなくてキャンペーンに行きましょう。じゃあ早速プレイしていきます。まあ、ちょっとねいろんなサイトでも本当にトロピコ5は難しいんで、慣れるまでは最低最低でやった方がいいって書いてありましたね。自らの名を永遠に歴史に残したいと思った時、実現のための手段は2つある。1つは流血によるもの、もう1つはチーズによるものだ。皆に愛される独裁者を目指す私としては、当然後者を選ぶことにした。私はトロピコチーズの発明者として、何世代にもわたってその名を記憶されることとなるだろう。我々のチーズは既存のチーズに飽き飽きしていた人々に新たな喜びをもたらすはずだ。なぜなら我々のチーズこそがチーズの中のチーズであり、この世で最も高貴な神の食物とでも言うべきものだから。チーズ王への道。チーズ、それは野蛮人を紳士に変え、状況によっては紳士を野蛮人に変えるものでもあります。新しいチーズを作るということは熾烈な競争を生き延びるということです。とりわけここカリブ海では自国のチーズのプライドを守るためなら命を懸けることも厭わないという輩で溢れていますからな。幸運を祈りますぞ。ということで、目的はチーズの輸出によって12万ドルの収益を上げる。報酬ミッションクリア。ヒント、チーズの価格はゲームの進行とともに上げることができますと。で、ちょっと一回時を止めて、まずはこの港関係か、これをタスクしよう。ごきげんよう。今日は帝国の代表者として私からあなたに交易の権利を提供いたします。通常であれば交易の権利と一隻の貿易船をセットにした銀のパッケージをおすすめするところですが、あなたのように立派なお方にはより多くの交易オファーをセットにしたプラチナのパッケージの方が、ふさわしいかと思います。でこのプラチナパッケージさ4000円するんだよね。で今1万円しかないからさ、ちょっとそれにね金を突っ込めないんだよ。なので普通に銀のパッケージにしましょう。でこれを買ってよ。でこっちにもタスクが発生したので、陛下は非常に困難な任務の遂行者としてあなたを指名されました。成功すればあなたに称号を授けるとおっしゃっています。小腹の空かれた陛下がチーズを食べようとしたところ、あいにく帝国のどこの店でもチーズが売り切れだったようです。よってあなたには陛下の空腹を満たすためチーズの生産を始めていただきます。まずはヤギの乳搾りからでしょうな。目的は、牧場のヤギを新しく建設する。で任期が6ヶ月延長と。このね任期の間にねチーズを12万ドル売らないといけないんで、でまずはやっぱりタスクを普通にねこなしていきましょう。ちょっとまた時を止めます。で牧場のヤギですね。ヤギなんでこのミルクで緑になっているところほど効果が高くなるので、まあ、もちろんねヤギはこんな海岸に作っても効果は薄いんで、こっちの方がね緑豊かなんだけれども、ここら辺でいいかな。最初からあるこの確かトウモロコシ畑だったかな、これは。これの隣あたりに置いておきますか。ベチョッとこれトウモロコシ農園ですね。で
あとね、交易はね、やった方がいいんで、これは輸入関係ですね。パイナップルを海賊から輸入と、木材を輸出。輸出してお金を稼ぎたいんですけど、いいのがないな。木材でも売る？チーズはな、密輸業者へ輸出。チーズ工場を作んないといけないからね。ちょっと木材でも売るか。じゃあ、あんまり金にはならない。1000円超えたいんだけどね。木材を売るためにはやっぱり伐採キャンプが必要なんで、伐採キャンプを1個作るか。まあ、そうするとね、もちろん木があるところがいいので、こっちの方かな。これね、木がありすぎてね、グリッドが見づらいんだよね。で、道はどっから伸びてる？こっから伸びてるか。じゃ、ここら辺に伐採キャンプを作って、で、離れてるから、道路インフラで道を伸ばしましょう。これでつながりましたと。で、 OK かな。時を進めましょう。あれ、攻撃戦やったよね今。あ、やってねえや。ちょっと待って、木材これにしよう。で、船は一隻しかないので、ベラっていう船かな、これが輸出してくれるはずなんで、木材を。で、あとはちょっとね、ここら辺の建物ができるまで待ちましょう。最初にあるのは、トウモロコシでしょ。あとここに、バックじゃなくて建設業者 と、運送業者 と、宮殿ですね。で、運送業者が、まあ、こうやって木材とか、輸入してくれる、輸出してくれるものを運んでくれるんで、絶対必要ですね。この表彰状を渡すようにと陛下より仰せつかっています。陛下はこの島を統治するあなたの手腕に満足しており、任期の延長を決定されました。またこの表彰状と引き換えに以下の報酬を得ることができます。国庫への補助金、これは普通にお金が増えて、スイス銀行の口座は、まあ、何に使うかっていうと、まあ、ミカミックスの、ね、レベルを上げたりするんですよ。で、ただこれはもう全然後回しでいいんで。で、あと任期のね、延長っていうのもかなりいいんですけれども、最初はいかんせんお金がないんで、国庫にします。まあ、住民がね増えたりもできるんですけど。で、その後は、まあ、延長を選んでいけばいいかな。総督、技術革新こそが自治国家への道筋を作ります。研究者を増やし、重要な思想や新たな技術を研究させましょう。新たな技術の研究は我々の経済および社会を発展させ、やがては帝国の足かせから我々自身を解放することにつながります。研究のための建造物には教育を受けた人材が必要です。場合によっては海外から人材を呼び寄せる必要もあるでしょう。図書館を建設する、さらなるタスクを得るということで、その図書館もね割と高いんで、図書館と、で、これどこに建てようか。なんかね、キャンペーンモードではこの向きがねすげえ微妙だったけど、まあ、向きはあんまりね関係なさそうではあるんだけどね、機能すれば。じゃあ図書館ができるまで待ちましょう。ここ、あ、大丈夫か。で、あと一応ねこうやって見ると、まず予算をね割り当てられて、ちょっと待ってね、一回時を止めます。予算を増やせば、まあ、仕事の質とかね、賃金レベルって今貧乏になってるじゃないですか、まあ、ここら辺を上げることができるんですけど、維持費にちょっと金がかかると。あともう一つですね、まあ、鎌の研究を行う必要がありますと言ってるんですけど、まあ、鎌がね研究できればこの、選抜育種っていうの、あの効果が毎月上昇するというところも、お金をね投資したりできるんで、まあ、それにはまず図書館が必要というところですね。図書館ができないとちょっと研究ができないんで。で、あとは、まあ、こうやって建物ができるのを見つつ、新しくタスクが発生するのを待ってタスクをこなしていくというところですかね。で、図書館出来上がりましたと。で、そうすると L2 で、研究ができるようになります。まずは、まあ、カマとカウボーイとシャベル、ここら辺を研究していきましょう。まあ、この研究もねちょっと時間がかかるんで、貨物
船により2260円輸出されましたと。これ木材かな。重大な知らせが入ってきました。帝国のミルクの貯蓄が尽きたそうです。陛下はこれによって自らのアフタヌーンティーに深刻な影響が出るのではと心配されております。そもそもの原因はあまりにも多くの人間がミルクをこぼしすぎたことにあるようですが、この大規模なミルク危機に帝国全土が嘆き悲しんでおります。あなたがチーズの作成に忙しいことは承知していますが、まずは目下のこの問題の解決に当たっていただきたい。ミルクを生産し人類のアフタヌーンティーを救うのです。でミルク3000ユニットを輸出、任期が6ヶ月延長と。で、ミルクはねこのヤギのところで作れるんですけど、ちょっともう一個ね増やしておいてもいいと思うんですよね。結局チーズを作るにはやっぱりミルクが必要なんで。で、こっちの方がね結構緑になってるんで、まあ、宮殿の近くが牧場っていうのもちょっとなんかみすぼらしい国ですけど、まあいいでしょう。で道路もつなげてあげましょう。432円、ちょっと輸出がしょぼいかな。もう一個くらいなんか港作ってもいいような気はするんだけどな。ただお金がね8000円しかないからな。でねこれねこれで一応見れるんですよ。収支マイナス1527、収入が8000でしょ、支出が9000なんで、汚職とかあんのやめてほしいんだけど。あとはまた街かな。帝国からトロピコに5100円が送られてきました。ありがたい、それはめちゃくちゃありがたい。また何か作る。先にタスクを見ますか。チーズは持つものも持たざるものも等しく味わうことができるべき品であります。貧しいものに感謝されるのはなかなか良い気分ですしな。チーズは熟成することでその独特な風味を得ますが、それには時間がかかります。しかしもし何か強烈な匂いを発する素材を使って凝固したばかりのチーズに風味を加えることができれば、作成までの時間を大いに短縮することができます。そして一般人が買える価格で上質なチーズを提供することができるのです、ということで。これは何て読むんだ。目的のところ、波止め状を2つ所有する、チーズの基本価格が上昇するということで、これもやっていきましょう。でこれはなんか魚を取る施設ですね。ちょっと一回時を止めますと。でこれでこれは、海岸に配置するんですけど、これなかなかね配置が難しいんだよね。あ、できた。ここはできない。ここと2つ作っちゃいましょう、一気に。これ864円、そんなに高くはないね。とここか、よし。あれ作れない、あれさっきどこだ、ここか。でまたね道路をつなげないといけないんで、ここからここに伸ばせるか、伸ばせないな。ということは1回上にちょっと道路をつなげて、こうで、あとこっちもあまりね道路曲げたくないんですよねなんとなくだけど。でさらにこの道路をここにつなげちゃいますか。少し曲がらないとダメか。うん、 OK。 これでいろいろ行きやすいでしょ。じゃあまた時を進めていきましょう。17名トロピコに到着しましたと。図書館自体はどうなってるんだろうな。まあ、またちょっと発生したんで、こっちに忙しいね。いわくつきの者たちではありますが、我々の資源を通常よりも高い価格で買ってくれる船乗りの集団がいます。トロピコの民は一生懸命働いて生み出した商品を不当に安い値段で帝国に買い叩かれることに嫌気がさしています。我々はもっと利益の上がる交易ルートを開拓すべきです。もちろんどこと交易するかはあなたが決めることですが、私はぜひとも密輸業者と話をすることをお勧めいたします。正当な値段で商品を買い取ってくれる彼らだけです。新しい輸出ルートを選択すると。革命派の支持が上昇で、これ革命派の、ね、支持が、ね、上昇しても結局ね、あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。革命運動に対する支援への感謝の印として、革命派はあなたへの支持を表明しています。党内の革命派の人数を増やしていけば、やがてこの島が独立を勝ち取る日も訪れるでしょうと。交易ルート欲しいね。あーでもね、人材もちょっと3人くらい呼んでおきますか。教育を受けた人材だからね、こういう人をちょっとね図書館とかに配置したいんだよね。
素晴らしい知らせです。帝国の物資が入っていた木箱の中から鎌を発見しました。これで農家の生産量は上昇し、我々を明るい未来へと導いてくれるでしょう。で、農園の改良がアンロックされましたということで、農園関係なんでこっちかな。で、トウモロコシ、ちょっと待って、もう一回、あれ、時を止めます。バラックじゃなくて、で、何ができるのかというと、これですね、選抜育種みたいな、2000円かかるんですよ。でも効果が毎月上昇するんで、これはやっておきましょう。で、農園関係はここ1個しかないか。じゃあね、違うはずなんで、カウボーイのね、研究が必要なんで、次ですね。じゃあ、また目標を進めます。2つができるのを待ちましょう。これはね、多分建設業者がね多い方がいいと思うんですよね。違うのかな。あと建設業者から遠くなりすぎると、まあもちろんね移動距離があるんで、まあできるのが遅くなると。で、ここに1個できました。で、これ自体は流し網みたいなのができますね。500円。魚が減るのが早くなるけど効果も高くなると。魚を多分取り尽くしちゃったりするといけないっていうことだよね。任期があと4年ですね。1万円あるか。我々がチーズに加えた新たなフレーバーに関して味の専門家に意見してもらい、世界のチーズ市場における競争力を高めましょう。しかし気をつけてください。人々の好みとは非常に移ろいやすいものですからな。新作魚風味チーズ、まあ、これね食べさせる人によってね、なんか怒りを買ったりするみたいなんですけど、ていうか俺一回怒りを買ったんですけど、魚風味チーズはなんか革命派がいいみたいですね。このチーズはなかなか強烈ですな。味見をした男は突如テーブルの上に立ち、作られてもいないトロピコの賛美歌を歌い始めました。革命派の連中は大いに感心していましたよ。教育を受けた革命派が15人島にやってきます。これでかいな。帝国の植民地におけるあなたの業績を称えるため、この表彰状を渡すようにと陛下より仰せつかっています。で、これはもうちょっとお金が少し増えてきたんで任期にしましょう。チーズをね12万ドル輸出するっていうのはね結構大変なんで、でチーズはねチーズ工場を作らないとそもそもいけないんですけど、チーズ工場はねタスクで、まあ、作りましょうみたいなことを言ってくるんで、まあ、まずはねお金貯めですね。誰かが私の書いた文章を盗み出して匿名で出版するという事件が発生しました。内容は2人の男が山で羊の放牧を行いながら友情を深くさらに深めるという話だったのですが、二人が最後には夢の世界に行ってフェアリーになるというファンタジー要素を取り入れたショーまでがそのまま盗用されている始末です。今やトロピコの男たちはこぞって牧場で働き勝っているということですが、誰もそのトレンドを生み出した張本人であることは、張本人が私であることを知らないという悲しい事態になっております。で、牧場の官僚アンロックされましたと。こっちを先に見ましょう。私の秘密の友人がもっと我々と交易をしたがっています。船を追加してやりましょう。帝国を打倒するにはたくさんの資金が必要ですが、適切な交易を行うことで我々は大きな利益を上げることができます。また港が増えると船の数も増加し、交易できる品を増やすことができます。港を作りましょうということで、さっきねアンロックされたんで、ちょっと待ってね、慎重に時を止めてやっていけないと。これで、飼料置き場、まあ、1000円ですけれども、これができるようになりましたと。近隣の農園と、水耕農園1箇所ごとにヤギの効果が上昇する。あ、これくっつけた方がいいのかな。そうするとヤギ近隣のっていうのがあるからね。で、あと港か、ちょっともう一回止めて。港っていくら。2500円。まあまあだな、まあ、これで交易船が1個増えるんだったら全然いいと思うんで、じゃあ1個作りましょう、ここに。で、また道路をつなげないといけないんですけど、これここからここに道路をつなげられる、つなげられるね。よし。で、そうするとまたね輸出ルートを一つ確保できるんで、何か輸出しますか。輸出してねお金を稼がないといけないんで、今のところ木材だからね。ここにあるのはそういった木とか天然の資源だけだからな。
工業国はまだまだね、現代に近づかないとできないんで、今は農業国ですね、我が国は。帝国からトロピコに5500円が送られましたと。これね、有効度が高いと帝国からお金が送られてきますね。これも大変ね、我々の研究チーム、すなわち私のことですが、シャベルを発見しました。置きっぱなしにした犯人を突き止めたら、そいつは処刑してやります。とにかく発見したシャベルは鉱山労働者に渡しておきました。さあ、これで鉱山がアンロックされたんで、ちょっと待ってくださいね。こっちもまだ研究ができるんで、引き金監督いたさいと。で、鉱山はとりあえず近場で行くと、ここに鉄があって、ボーキサイトもあるんで、この辺をちょっとねやりたいですね。交易品、鉄をね輸出できますね。2090円か、結構いいね。他はなんか美味しいやつ、麺とかってどうやって作るんだ。まあいいか、ちょっとここの鉄、ここにまず道路をつなげて、てかさ、ここからつながってるけど、どういう風に行けばいいんだ。そうでしょ、木がほんと邪魔でね。で、どう、ここまで行って、で、こんな感じかあれ、つながった。で、つながったんで、鉱山、これで、ここに置きますと。これで OK でしょう。また時間を進めていきましょう。で、ちょっと待ってね、鉄の輸出、これをやろう。東インド会社、密輸業者よりさ、西インド会社か、西インド会社の方が高くね特に変わんないもんね、数量も。なんかこっちの方が多いし、こっちにしよう。あれ、船1個しかない、まだ港ができてないのか。そっかそっか、できた。よしよしよし、あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。これはまあ密輸業者との新しい交易ルートにしましょう。こなったことになりました。革命派の者たちが王を侮辱するようにとあなたに要求してきています。王は怒りを水に流すようなタイプではない。マジか。多分ね、王を侮辱すると有効度が下がっちゃうんで、お金の支援がねなくなりそうなんですよね。ただ革命派が暴動を起こすって言っても軍事施設が全然ないんで、どうしようかな。効果不明か。まあいいや、侮辱しよう。トロピコにいる最も愚かでつまらない動物に王の名前をつけましょう。これ以上の侮辱は考えられません。革命派というのはそれほど頭のいい連中ではありませんが、この侮辱に関しては理にかなっていると思われます。タチオタカ、大詐欺、アリクイ、アリクイしか知らないんだけど。あなたは恐ろしい過ちを犯しました。鼻の大きな生き物に陛下の名前をつけることは、陛下の鼻の大きさに言及することと同様、重大な不敬罪に当たるのです。マジで、国王は元気としておりあなたを罰するためだけに宮殿の拷問室を再び開こうとされたことです。どうか普通の処罰に軽減していただきましたが、その説得に必要とした労力やタリア10倍の報酬をもらったって足りないくらいですよ。すいませんね、いや苦労かけてね、申し訳ないね。あれ、鉄の交易品がなくなってるまあいいや、ミルクの危機は去ったことですし、チーズ作りの方に戻りましょう。陛下が待っておられますぞ。ご存知の通り、チーズは、重要な栄養源であり、虫歯の予防にも有効です。そうなの？食べると悪夢を見るというものもいますが、それは事実ではありません。まあ、こいつホラ吹きだからな百科事典に書いてありましたから確かです。それではチーズ工場を作って生産を開始いたしましょう。チーズを作るにはミルクが必要なことをお忘れなく。チーズ工場を建設すると。よし、ようやくチーズ工場ですね。独立はトロピコに住む民すべての目標であるべきですが、空腹状態では革命もままなりません。たくましいトロピコの住民たちは主にあなたの農園や牧場から食料を解放することによって空腹を満たしているわけですが、実はもっと効果的な方法があります。食料雑貨店を建設し、そこで食料を供給すればいいのです。そうすれば住民の食料に対する幸福度やあなたに対する支持度も上昇しますと。ちょっと一回止めましょう。で、まず何作れって言ったっけ。チーズ工場か。で、チーズ工場はどれだ。あ、これだ。1個でいいかね、とりあえず。で、
で、これもちょっと道路に面してないといけないので、あ、どっち側こうかで、ここは開けておくか、ちょっと道路を作りたいからで、1個作るでしょ。あと雑貨店みたいなの作れって言ってたよね。雑貨店、あ、これか、これいくら、あ、安っ雑貨店はどうする。じゃあここら辺に作っておきますか、適当だけど。ここに家があるね。家があるから、ちょうどじゃあ雑貨店を家の近くに配置すればいい感じかな。よし、じゃあまた。困ったことになりましたな。陛下はあなたに対して大層ご立腹であり、他の植民地への見せしめとしてあなたを罰することにしたようです。あなたに下される罰はあまりにも厳しいもので、口に出すものもはばかれます。ですからあえて言うなら次の通りです。任期を5ヶ月短縮か、結構痛いな。少し軍事施設を作っておきますか。って言ってもね、監視塔しか作れないんで、1500円か、2つくらい作っておこう。ここと、じゃあここ7500円になってしまった。お金が、プレジデンテ、この地区を一つにしているのは他でもないあなたの存在です。あなたがいなければこの国は崩壊し、永久に失われてしまうでしょう。保険をかけるという意味でも、一族に新たな一員を迎え入れておくべきでしょう。私の調べによりますと、プレジデンテにはおよそ97名のいとこがいらっしゃるようです。ここから何らかの方法で人数を絞る必要がありますが、何かいいアイディアはございますかな。腕相撲歌唱コンテスト、シンクロナイズドスイミングコンテスト、いらないと。これどうしようかね。腕相撲で腕っぷしの強い人を。世継ぎが誕生したその時、あらゆる動物たちは泣き止み、空からは光が差し込み、チュパカブラが赤子の前にひざまずいて頭を垂れたと、国史には書いておきましょう。ラムの一気飲みという古の儀式により、世継ぎの候補となられた方に特別な能力を授けることができます。どのような能力をお授けになりますかなと。どうしようかな。作業長、あらゆる生産施設の効果が1上昇、海外から受けられる支援額が 5% 上昇、あ、これいいね。ホルヘミカミックス、まあ、いいや、これで。で、結構もう一族は何人かいるんですよね。で、これでなんかの能力があるんですよ。自分はこれビクトルミカミックスです倹約家レベルは4、これはあのサンドモードで上げました。で、管理能力としては予算が 16% 減少で、全体効果として、建造物の、ね、建築費が 10% 上昇、あ、減少してるんですよね。なのでね、若干ね、若干ではありますけど、お金のね支出も減ってるはずなんですよ。で、しかも今最低モードじゃないですか。建築するのにもね、これ 20% くらい減ってんのかな。それでもこのお金ですからねあ、ここはなんかあれになってんな、なんだ、魚がいなくなっちゃったのかな。そうだな。で、魚は多分そう、ある程度時期が経てばまた復活するんで、で、今はちょっと建設ができるのを待ちましょう。チーズ作ってきました。おめでとうございます。陛下はあなたのチーズ作りの技術に非常に感銘を受け、あなたにチーズ王の称号を授けられました。今この瞬間より、あなたはチェダーの暴君、シレネの皇帝、ゴーダの君主、ブリーの守護者、モッツァレラとパルメザンの公爵、フェタの、これはなんだ、加護者の頂点に立つ存在、あらゆるチーズの統治者となられたのです。ついでに以下の3つの報酬のいずれか指定されますと。まあ、人気が増えるのはないね。スイス銀行、ここら辺はな。王党派の支持が上昇、王党派の支持をさ上昇させた方がいいのかね、今回に関しては。まあ、側近もただいいよね。教育を受けた人材15人だよ、これでかくない。これにしよう。あんまり革命派やりすぎても良くないのかな。ローマ帝国の時代より血生臭い剣闘士たちの戦いとチーズの間には深い結びつきがありました。鮮血が大地に染み込み、死に行く者の叫びが空気を満たすとき、大衆は大量のチーズを買って食べまくりたいという欲求に満たされたのです。というわけで、カリブ海最大のチーズ産業を擁するベネズエラを攻撃し、彼らのビーバーチーズ製造を邪魔してやりましょう。
まずは血生臭い戦いに備えてくださいと砦を一つ作る。喜ばしい知らせです。我々はようやく帝国から送られてきたバスケット銃の使い方を理解しました。要は引き金を引くだけだったのでありますが、その際に銃口を覗き込んではいけないということになかなか気づくことができませんでした。おかげで優秀な人材を数多く失いましたよ。扉が、あ、砦がアンロックされました。これでちょうど作れるね。でちょっと一回時を止めよう。で戦闘になるんですよねこれ結局。なんで砦を作るのは監視塔をもうちょっと増やしたいよね。でここら辺からね敵はね上陸してくるから、要は港のところからね上陸してくるんで、この辺にもう一個だけ監視塔を建てよう。ただタスクも進めないとね任期が近づいてきちゃうんで。あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。これはまた密輸業者でいいかな。チーズ工場はできたか。ちょっと一回時を止めて、バターなんとか機、これはやっておこう。で他の大きいチーズとかね、熟成用冷蔵庫とかはアンロックがされないんで、ここどうしようかな。予算上げとく。ここだけ予算上げとこう。今、仕事の質が50だったんだけど、予算を上げたことによって60になりましたね。ただまあその代わり維持費が必要になるんですけれども、まあ、チーズは大切なので予算を抑えておきましょう。結局またお金が5000円しかない。王様を怒らせちゃったからな。お金の支援がないよ。お金の支援が、あとはちょっと輸出に頼るしかないんだけど、4500円とマイナスか。毎年結構辛いね。あとこれの軍隊どうする。マシンガンはね作れないからね。お金をかけてあげるのもいいと思うんだよな。ちょっとお金かけよう。お金かけてこれやってるからね支出が増えるんですよね。闇取引に関与する私の友人によれば、この島は見つけるのが大変だそうです。船から見つけやすいように高くて光るようなものを作りましょう。灯台を建設すればトロピコに新たな交易の機会を呼び込むことができます。既に申し上げましたが、交易が栄えれば資金が潤い、資金が潤えば革命に近づきますということで灯台を作りましょうと。灯台はじゃあいくら、どこだ灯台は。灯台1400円か。結構高えな。あーでも、あ、帝国からトロピコに来たね、お金が。よしよしよし。島から遠すぎてもいけないのか。まあ適当にここら辺に建てておきます。灯台が出来上がったようですな。陛下は灯台の管理者に王道派の人間をあてがうことを望んでおられます。ご存知の通り、灯台守りは責任重大な職務であり、高い地位と報酬が約束されています。理由は知りません。そういうものです。というわけで王道派の人物を任命していただけますかな、ということで、まあ王道派でいきましょう。これは私は王室が嫌いですが、チーズ王がいるのにチーズ女王がいないのはおかしいと思います。このような状況はすぐに修正されるべきです。もちろんチーズ女王の候補は一人ではありませんし、しかしあなたが本当に大義に忠実であるならば、トロピコの革命的理想を体現するものを女王として選ぶはずです。チーズ女王に誰を選びますかと。自分自身自慢できます。一族の一員、口座にお金が振り込まれます。エビータバスケス、それこいつですね。で女王が王党派、今回はもうマジで王党派がいいんで王党派にしましょう。で王党派のあれとかってどうやって見るんだっけ。ちょっと待ってね。これ違うな。これ環境グリッド、王党派との有効度、これはこっちの国政かな。ここら辺は幸福度ですね。ホームレス88人って多いな。ちょっとなんか働き口を作ってあげないとあれですね。政権支持率 40%、王党派権威20、革命派支持74、有効度帝国中立。そうだね、もうちょっと王党派に寄りたいね。あと職
じゃなくて私はその時研究チームの者たちと野球をしておりました。そして突如気づいたわけです。野球だけではなく仕事にも監督が必要なのだということに。で、監督者を置くことができるようになりましたということで、ちょっとね監督者を置きましょう。これもちょっと一回時を止めて、管理者なしになってるじゃないですか。ここにね管理者を置くことができます。で、将軍がいるのがバーナード・ミカミックス。軍事施設の効果が10上昇。これあれだね、砦をちょっと作りたいね。砦を作ってそこに置こう。で、砦、砦もまあ港の近くでいいかな。置けないんだけどそもそもこの向きが道路が狭いのか。じゃあここに置いとく。まずちょっと待ってね、道路を敷いてからそれに合わせよう。この大きさだったらなんとかなるよね。こっちに道路を伸ばして、でそこに砦を敷く。砦の入り口はこれ、あれ、ちょっと待ってね、これだから、ここに砦を置きましょう。よし、 OK。 1000円になってしまった貧乏人じゃ。輸出をしてくれ、輸出を。あ、4000円5000円、輸出したかな。976円、輸出されました。貿易船で、そうだね、管理者他に置けるところに置いちゃいましょう。ここら辺の農作物的なやつ、チーズ工場、ここに、管理者置きましょう。経営者、サービスを受けられるものの数が 10% 増加。大実業家、予算を最大した時の効果が10上昇。発明家、監督者、管理する建物効果が5上昇。とりあえず監督者を置くか。おい、で、あとはこっちの方にもなんとなく置いておく。じゃあここは大実業家にしようで、なんとなく予算をじゃあ最大にしとく。72円もかかんのか。ちょっと待って、それ高いよ、それ高いよ。ちょっと待って待って待って、いや高いわ。家畜を変更とかできるんですよね、これ。要は作り変えることができます、他のものに低予算で。じゃあここに大実業家を置いてもしょうがないんで、経営者にしようか。また進めていきましょう。とりあえず砦だな、砦。砦が出来上がったらまたあれを置くか。さあ頑張って作ってくれ、砦。で、チーズ工場を作ったので、今チーズのね収益が4000円くらいですね、4000円弱というところになってます。これをどんどん増やしていかないといけないんで、チーズ工場とか、ミルクのね農場もっとね多分増やさないといけないんですよね。輸出されましたと。大した金額にはなってないな。あなたは民に食を提供しているわけですから、彼らからその代金を徴収するべきです。ただで食料を配給するなど全くのナンセンスです。本来ならば帝国の利益となる金をなぜただ飯を食わせるために費やさなければならないのです。陛下は直ちに食事の有料化を実行するように指示を出しております。配給量の増加を訴えているあの革命運動の言うことなどにはくれぐれも耳を貸さないように。ああ、女の方があれか、革命派かで、オークス・ワース教か王党派か。なるほど。食事の有料化、ああ配給量増加すると革命派の支持が上昇するけど、まあこれはこっちでいいわ。両方は無理だもんね。あ、なるほど、これ布告しろってことね。布告はこれでできるんですよ。食事の有料化、住民が食料にお金を払わなければなくなり、いけなくなりますと。 OK、 やりましょう。私は兵士全員に司祭と聖書の前でトロピコのチーズに対する忠誠を誓わせました。彼らはチーズのプライドを守るためであれば命をも捨てる覚悟はできています。さあ、ベネズエラのビーバーチーズをどのように侮辱するか決めてくださいと、いうことで、これは砦を作ったことによって、ベネズエラのチーズを侮辱しましょうと。で、ベネズエラが攻めてくるんで戦いましょうということですね。
そんな発酵カスにはカビも生えないぞと。どれがいいのよくわかんないけど一番目にしとこう。侮辱が効いたようですな。ベネズエラ人たちは怒り狂い、トロピコ侵攻の準備を開始しました。あなたの侮辱があまりに痛烈だったため、ベネズエラは大混乱に陥っています。市民はパニックを起こして街から逃げ出し、司祭たちはショックで死亡した者たちの葬儀に大忙しです。よって本格的な攻撃までには時間がかかるでしょう。12ヶ月後トロピコ侵攻と、戦いに勝利した場合チーズの基本価格が大幅に上昇ということでね、これはねなんとかしたいですね。てか金がねえじゃんやばくね、マイナスになってんだけど。マイナスとかあんのこれ。チーズ王、陛下がフォンデュパーティーを企画されており、あなたの素晴らしいチーズを求めておられます。チーズ王のあなたならお分かりでしょうが、折に触れて進化たちを楽しませてやるのも王の務めです。陛下のフォンデュパーティーは今年最大のイベントとなる予定で、帝国中の有力貴族や、貴婦人が出席されることになっております。おそらくあなたへの招待状も郵便受けのどこかに紛れ込んでいるはずですよと。チーズを1万ユニット輸出する、任期が6ヶ月延長と。攻撃戦により結構輸出されたな。 OKOKOK、 このタイミングはでかいね。そうする研究の結果、板台には建物の建設以外にも利用価値があることが分かりました。これはこの板で平均して7回ほど叩くとバカが治るというものです。これは近い将来板台での発見として科学誌に掲載されるでしょう。板材上がアンロックされました。その前に、これもいけるか。紙お役所手続き憲法とやっておきましょう。でちょっと待って、一回時間を止めて砦の予算を上げとくか。いこうで、そこから近代兵器はねちょっと無理なんで、予算を上げて管理者を置こう。この管理者に将軍を置きますか。バーナード・ミカミックス、軍事施設の効果が10上昇と。よし、 OK。で砦なんかねもう一個置いておきたいんだよね。こっちの方に一個砦置いとく。いくらだったっけ砦って。3000いくらだよね。って全然違った、4400か、高えな。これで戦い抜けるかな、そのベネズエラ人と。まあいいや、ちょっとお金不足だから。まああとチーズの輸出ね、1万ユニット、今2000ユニット輸出したのか。もう一個チーズ工場を増やしたい気がする。ちょっと待って、一回止めて、このミルクとチーズ工場1個ずつ増やそう。ミルクはそんなに高くないよね。いくらか、570円、安いね。ただちょっとここら辺がまた黄色くなってんな、環境の状況があんまり良くないのかな。ここら辺はねなんかくっつけた方がいいってさっき言ってたからね。くっつけてミルクはもう1個作っちゃおうか。ここミルク地帯にする。つけちゃおう。でチーズ工場をもう一個作りましょう。チーズ工場これで、チーズ工場はじゃあこっちのミルクの近くに工場を置いてみますか。これは地形効果みたいなのはないんで、ここに置いて1600円になってしまったまあいいや、頑張ってくれ。とにかくチーズの輸出が最優先だからな。あと軍隊が攻めてきたとき、この防衛網で太刀打ちできるか。密輸業者の友人によると、物を買ってそれを売ることでお金を儲けることができるそうです。今さらそうしたことを効果的に行うには大規模な船団が必要となります。港を建設しましょうと。港4つか、あと2つ。港っていくらだっけ、そもそも。2500円、だから金が足りねえ。これのタスクで帝国の外に暮らすヨーロッパ人にとって、新世界はエキゾチックな美しさと神秘に満ちた場所であります。こうしたイメージを我々はうまく利用するべきでしょう。ヨーロッパの誰もが保守的な思想にとら、われており、伝統的なチーズのレシピから足を踏み出そうとはしません。しかし我々は違います。我々はいわばここで新たな伝統を作っているんです。ここは我々の風変わりで常識外れのチーズにさらなるフレーバーを加えてみましょう。ヨーロッパの裕福で堕落した上流階級にとって抗いがたい品物になるはずです。コーヒーを3つ所有する。チーズの基本価格 30% 上昇、これはいいけどな。農園のコーヒー、
コーヒーいくらよ。公園がいくらなの。これ1400円か4500円くらいかかる。全然金ないわ、全然金ない。いろいろ金不足だな本当に。いくね、これ難しいよ。だってこれ一応最低レベルだよ。最低レベルだけどさ、これだからね、金がどんどん減っていくな。輸出されたと思ったらまた金が増えた。よし、帝国ありがとう。帝国ありがたい。これちょっと農園を先に作ろう。コーヒーだな。でコーヒーは何、どこがいいのこれ。こっちの方がいいんだ。あんまり上に行きすぎると赤くなってんね。コーヒーはコーヒーで独立させた方がいいのか、砦の隣にコーヒーか。まあいいや、ちょっとこちら辺じゃあコーヒー地帯を増やしていきましょう。オブジェクトが邪魔してますと言うけど、ここに一つで、こっちにも一ついける。うわー、なんかあれだな、未知の領域になってんな。探索しよう。1000円でこっちの方を探索してもらおう。まあいいか、とりあえずコーヒー畑は1個作っておきますか。またタスクが来ましたね。時に牙を剥くこともあるとはいえ、この大地こそが我々の住む場所です。力の限りを尽くして守らなくてはなりません。防衛施設を築き、まだ入植間もないこの土地を厄介な海賊や恐れる大橋から守りましょう。いずれ帝国の兵士から守る、日が来るかもしれませんね。これすぐだよね。あれ、新しい監視塔、新しく作んなきゃダメなの。めんどくさいな。監視塔ばっかになんだ。監視塔っていくらだっけ。1500円3000円か。これは割とすぐできそうだからな。一応ちょっと宮殿の近くにも置いておく。いや、こっちの方に一つ置いておくか。監視塔一つでしょ。で要は監視塔のね、近くに行かないと戦闘が開始されないから、ここら辺にも一つ置いておく。監視塔のね、間隔もどれくらいの間隔で置いておけばいいのかっていうのがよくわかんないからね。よし、輸出1200円輸出、いいね。人気もまた減ってきてるからな。チーズが全然輸出されてないし。あ、そうだそうだそうだ、道路だ、道路、道路もつなげないといけないんだ。忙しい、独裁者は忙しいよ本当に。よし、 OK。 運送業者を増やす。あ、ここに開拓してくれたね。よし、じゃあちょっともう2つかな、コーヒー農園を進出させましょう。じゃあここと、もう1個作れるか。これきつくないか。いけるか、いけるか。3つコーヒー農園で、さらにもちろん道路もつなげないといけないんで、ここに道路をつなげましょうと。でそこから建設業者がここにあるんだよね。建設業者か運送業者でどっちか安かったよな。建設業者、よし、ここに建設業者を作っちゃおう1個で、あと運送業者2000、3000円か。また金不足になった。でもね、資源の輸送はね重要だからね、作っちゃおう。よし、これいこう。160円とかいつも財政なんだな。輸出しろ。輸出してくれ。よしよしよし。また赤字になってしまった。いや、ただコーヒーとかができればまた財政は潤うはずだ。問題ないはずだ。よしよしよし、輸出するんだ、とにかく輸出しろ。来た来た来た、やつらが来た。どうだ、倒せるか。いや、監視塔めっちゃやられてんね。大丈夫これ。いけ、宮殿からも軍隊が出てんね。その橋で何度も指を切りながら、我々はついに紙を発明することに成功しました。これで重要事項の抜粋やトロピコの大物のインタビューや政治的な主張を印刷することができます。
トロピコの人々には我々の考えが伝わりますし、ついでに言えば便器の横に置いてある水の入った桶も撤去することができます。新聞社がアンロックされましたということで、今ただ戦闘中だからね。ほら、いけいけいけ、うわやられた、塔が壊された。しかし撃退できるはずだ。取り手は2つあった方が良かったね。ただ2対1だからな。墓地の近くで見てみる。おお、戦闘が繰り広げられている。いや、これはこっちの方が全然有利だぞ多分。いけいけいけ、あと少し。お、逃げてった。フォンデュパーティーは歴史的大成功に終わりました。あなたも参加できればよかったのですがね。招待状が送られたはずなのですが、郵送途中に行方不明になってしまったようです。陛下がバミューダに郵便局を移されてからというもの、この手の問題が絶えなくて困りますな。遺構を残さないように陛下はあなたにもお送りするものように命令されました。地蔵にふさわしいものです。うわ、これどれもいいな。いや、どれもいい。金2万はめちゃでかいよこれ。ただもう3年10ヶ月しか任期がないからな。いやー、どうする、金だな。やっぱ金が足りないんだよこのゲーム。いや、金2万やって、あとはもう全部任期を増やしていこう。うおー、一気に金が増えた。あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきて、これはもう梅雨で、またタスクが出た。チーンってなるんですよ。良いチーズには良いワインが合います。ならばその2つを組み合わせれば大ヒット間違いなしでしょう。カリブ海の強いアルコールを作り出す伝統手法と新たに培ったトロピコチーズの製造手法を合わせることで、ビール10杯分、家20杯分の威力を持った新たなチーズブランドが誕生しますと。チーズ価格が上昇か、これもいいね。こういうのもやっていかないといけないからな。ちょっと待ってね。まずここら辺はまあなんとかしてくれるでしょう。で、監視塔はあくまでもね、足止めなんだよね。この砦から軍隊が来るまでの足止めをする係なんで、まあいいや。攻撃戦増やしたいよね。ちょっと輸出にもうちょっと力を入れたい。港をどんどん増やしていこう。もうこっち側にも進出するか。港チャートのね、置き場が難しいんだよ。こうかで、ちょっと労働が入りましたね。で、もう一個港を作んないといけないから、同じところに置いときましょう。で、道路が離れてますと、それは分かってるよ。こっからじゃあ上につなげて、あとはこっからも上につなげて、よし、 OK。 あと一応やろうとすればね、お金があればね、即座に建設もできるんですけど、それはね足りないよな、さすがに。これできた？コーヒーか、2000円もかかんの？てかさ、コーヒーってちょっと一回時間を止めて、なんか輸出できないかね。パイナップルとか輸出できるのか。肉いいな、肉。余ってる船がありません。そうなんだよね、余ってる船がないんだよ。あ、コーヒーあるじゃん。コーヒー船ができたらちょっとコーヒー割り当てたいけどね。これほっとくとなくなるからね輸出ルートみたいなのできる頃にはなくなってるみたいな、全然ありえるから。あと建物ちょっと作りすぎてるね。あれができるのが遅い感じがする。砂糖農園はちょっと今きついよな。コーヒーと港ができてから着手しよう。よし、5300円が輸出された。結構でかいね。おお、1万円も輸出された。お、すげえ、めっちゃ輸出されてる。金が超増えた。我々がチーズに加えた新たなフレーバーに関して味の専門家に意見してもらい、世界のチーズ市場における競争力を高めましょう。しかし気をつけてください。人々の好みとは非常に移ろいやすいものですからな。あ、これね、エスプレッソ。エスプレッソはね、もう高貴な感じがするから、これはね、国王でしょう。うまくいきましたぞ。陛下はトロピコのチーズの品質に驚かれ、我々の努力を称えております。任期が12ヶ月延び、1万5000円を獲得します。これでかい、めちゃでかいね。
めっちゃでかくなったところで、なんかあれが終わった、交易が終わった、あ、船が1個余ってんね。ということはちょっとコーヒーに割り当てて、あとはウール、タバコ、鉄も今輸出してんだよね。金ね、輸出できればでかいんだけど、チーズってこれやっちゃっていいのかな。結構高いよね、チーズ密輸業者。でも密輸業者にチーズ輸出しちゃうとさ、収益が落ちるのかな、ちょっとわかんないけど、というようなところで、なんとか結構持ち直してきたところですね。じゃあ今回はこれで終了して、次回はまた続きをやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。